はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ケケでございます。じゃあ今回もポケモン BW2 ランダムマッチ GQ プレイの方やっていきたいと思います。で、こちらのパーティーは変更しました。マタドガ、スペンドラー、ドラピオン、ハブネーク、毒クラゲ、ロズレイド。2匹変更して、ちょっと毒ハレパはやめて、普通に戻しましたということで。で、相手はバンギラス、グライオン、キノガッサ、ラティアス、エンペルト、スイ君。わお、わお。スナパか。スナパ相手だったら、初手、ハブネーク行こうかな。まあ、初手ハブネークで一気に崩させてもらってからの、ちょっとロズレード入れて、スイクンエンペ、ラティはいけて、まあ、グライオンも頑張ったらいける。ガッサ、無理だね。どう考えても、特殊受けがおるからペンドラを入れときたいな。じゃあ今回、ハブネーク、ロズレード、ペンドラ。この3匹でいきたいと思います。頑張るしかないね。これは本当に。ちょっとハブネークさん、ちょっとミスってるやつなんだ、あいつは。さすがに今度こそ、活躍していてもらおうじゃないかと。相手はバンギラス。まあ、バンギラスを一発で落としていきましょうか。まあ一発で落としていきましょうか。あ、初手ハブネーク。こいつのやることは一つ、命かけをすることなんだよ。相手はゴーストタイプはいない。ってことは確実に一匹落とせるということですよ。相手はどうする？相手にゴーストタイプはいない。ここは命がけでもう必ず一匹落ちる。活躍してくれる。まあ、バンギラスは別に落とさなくても入れ替えて、まあ、ガッサー、ラティアスあたりを落としてくれた方が一番ありがたいんだけど、命がけ当たってく、バンギラスに。命がけ。大丈夫か ?180HP 超えとったら僕もう泣くで。泣くで。それ泣くで。泣きますよ、そんなことしたら。いけいけハブネークいけいけ耐えた耐えた耐えるか普通。普通、耐えるかバンギラ聖地高えなバンギラ聖地高えなどうしよっかなここは、ああいう感じに来る。スイ君は来ないということは僕は大体わかっているから、ここは目覚めるパワー、氷で行きましょう。引っ込める。スイ君じゃない絶対。なんだラティアス来た。ラティアス相手にメザ氷が当たってく。読みが冴えてる。ハブネークなんてどっか行ったんだよ。ラティアスにメザ氷が当たって急所かこれ。急所に当たってラティアスを落としていく。ロズレードさすがです。ロズレード先輩さすがっす。さすがっす、ロズレード先輩。さすがっす。で、相手バンギラスをもう一回出してくる。さすがっす。さすがロズレード先輩ですよ。さすがですよ。もうあなたにかなうものはいないですよ、本当に。さすがロズレード先輩、メザ氷が当たっていく。バンギラスも落ちるか？さすがロズレード先輩。はい、バンギラスも落としていく。この調子でどんどん倒していこう。残りは多分グライオンかな？バンギラスに入れ替えていたってことは残りはグライオンなのか？グライオンだった。グライオンか。グライオンなんてメザ氷で落としてあげよう。メザ氷。はい、どうする？相手どうする？ツバメ返し打つか。ツバメ返し覚えるんかこいつ。ようわかんねえ。覚えてねえ。身代わりか。こいつポイヒだな。完全ポイヒだな。知らねえよポイヒなんて。メザ氷を当てていく。はい、どんどんメザ氷を当てていく。相手どうする？相手もうやばいぞ。メザ氷がなくなるまでお前どうするんだ？身代わり守るか？どんどんやっちゃうよ。ロズレード先輩にかなうのかい？お、こいつはポイヒじゃない。あ、ポイヒだった。ポイヒか。ポイヒぐらいよ。お前もうそんな暇ねえだろ。メザ氷、相手守るだな。守ってきたな。まあ、これはしょうがないか、守ってくるのは。これでどうなるかだな。メザ氷で守ってくだろ？んで、どうなるんだろう。うん、これ勝てるのかな？よくわかんない。ポイヒーでどこまで回復するかだろう。おー、意外と回復する。
で相手身代わりだろ、これの繰り返しか、これ泥試合だな完全な。ちょっと長すぎたら倍速はしたくないけど、するかもしれないけど、やらない、倍速はしない、ちゃんとこうやってバーッとペラペラ喋っていく感じでいく、どんどんやっていく。おロズレードどんどん頑張るね、頑張るけど、あこれダメじゃん、でポイヒで回復だろ、で守るで回復だろ、ダメじゃんこれ、ダメな感じがする、守るだろ、これやばいな、どうしよう、これは難しいぞ、ちょっと待ってくれ、これはこれはちょっとやばいぞ、でポイヒで回復するだろ、こっち砂嵐のダメージ受けてるだろ、完全泥試合化だな、この実況中に泥試合化はあんましたくないんだよね、これループじゃね、ループじゃんこれ、完全ループだな、ループか、どうしよう、ループつまんないでしょ多分、どうしよう、つまんないな、これどうしよう、どうせこれで攻撃回復、守る使う、また身代わりだろ、うん決めた、僕は決めた、うん無限ループということで降参します、うん、もうロズレードはここまで十分戦ってくれたっていうことだけでも十分僕はありがたいもん、うん、これ以上泥試合を皆さんに見せることはもうやめる、うん、もう撮影撮り直しとかもしない、ちゃんとこのままを見せる、うん、そういうことにする、もう、うん、ダメだもうさすがに、ってことで、まあ、今回はロズレードが意外と冴えましたが、残念ながら無限ループの壁には無理でした、ロズレード先輩でもさすがっす、ということで次回の実況でまた会いましょう、さよなら。